受精してから20日ぐらい20日ですね経ったイクラちゃんなんですけど、ちょっとこう白身がかったところの中に見えるかな、なんかこう目来るかな、黒いのが目ですね。傾ければこっちに来るかな、黒いのが目、あ、転がってきた、うん、黒いのが目です、うん、この黒い目が出た状態を発芽ガンガンって言うんですね。でこれでバイバイとかね、こうそれだともう、あの水が上がりちゃって、あの焚き火とかでこの発芽なんだ、みんな行ったり買ったりねできる。そうですね、ちょっとカメラ映りにくいかもしれないけど、ちゃんと血管も通ってて、うん、赤いもう命がもう中に入ってる。だからアメリカとかそういう何とかサーモンってあるじゃないですか、このまま台で来るんで、アメリカから3日4日ちょっと濡れてれば、できてるっていう。これがこの前祭壇体験させてもらった時よりちょっと前に撮った卵ですね。はい、いやーすごいですね。それでね、この後またね1年ふかしてこの状態から、うん、大体1年からふかして、ね、大体1年したあのアマゴをね見せてもらいます、ね、そっち行ってきます。ちょっと見せてもらいましょう。はーい。じゃあね、さっき卵を見てもらったんですけど、ここにね1年生のアマゴちゃんがいます。かわいい。何センチぐらい、これで10センチ、ちょうど10センチぐらい。ないでしょ、10センチ、うん、あるかないか。でちょっとびっくりするのが、これ同じ1年なんですけど、逆にねこっちも1年、よく食べる、こっちも1年よく食べる子だと思う、うん、成長がいいんですね。こんだけ大きくなる個体差も出てくるぐらい、やっぱりね、まあ人間もね、大きいの人もいれば小さい人もいるということで、食いしん坊もいれば、うん、遺伝子もあるんですよね。大きくなりやすい遺伝子と、遺伝子を持った卵と大きくなりやすい、並べてみます。同じ容器入れちゃいます。一緒の容器に入れると、同じ1年でもこんだけ並べちゃう、すごい。これはよくご飯を食べるってことですね。養殖業の難しいとこです ね、 こんな感じでね。だから選別も必要になったりとか、温暖化実況だとやっぱり共食いもあるし、この辺はね、ちゃんと管理して大きいか小さいのある程度分けて、これが選挙に出るのがイワナ。あ、やっぱイワナ、イワナはものすごい、こんだけ出ちゃうとちっちゃい木で食べられちゃうんで、ヤマメはね、どこまで共食いしてるか少ない。ヤマメとかアマゴはある程度、ある程度は共有が少ないと。兄弟なんですよね、このこっちは。いやーすごい綺麗、目が揃ってて、こんなに初手前提あるぐらいじゃん。いやーいいやもんね、成長過程、これが大体1年ね。じゃこの前の動画の今日は続きということで、ちょっとした動画ですけど、はいはい、じゃこちら以上になります。これが多分2年から、これがね4年目だったんですよ。あーすごい、もう50センチ台かな、45、4年ものか。こうやってですね、絞り方はもう同じです、同じです。色はやっぱ渓流魚ってのは、うん、黄色ですよね、普通は。いいですね、栄養もいっぱい、こんな出ないですよ。今この岩ガってのは、祭壇の後は死ななくて、そうですね、大丈夫、基準番の一番大きいやつで多分4年ぐらい経ってるんですけど、はいはい、5年目ぐらい経るかな。あー、5年、うん、
さっきみたいな感じで、そうです、なりますぐらいの、うん、サイズになって、なってくる。どうしてもやっぱ多くなればなるほど、死亡率が高くなるんで、その前に取って回復させて、釣り堀で使っちゃおうっていう、はい、なんで大きいはない。それはまたね、魅力的ですね。うん、小さいやつが今の2年、はいはいはい、でもやっぱ卵こんだけでも食ってる。はい、で今日途中本当はねこれ使おうと思ったんですけど、オーナーからいくらプレゼント、ちょっとボイキングが持ち帰りと、食い地が勝った感じで、特別にいくらをもらえるっていうことで、ここからの手順はこの前のアマゴと一緒なんですね。そう、一緒です。この後どういう風にしていくかっていうのが気になる方は、前回の動画概要欄に貼れますか。今はい、大丈夫です、貼っときます。でそっちの方を見てください。今日はこれあのコイキングのお腹に収まるということで、はい、はい、そうです、一生懸命太いですから。すいません、また今日もね、お時間もらっちゃってありがとうございました。ありがとうございます。はい、よろしくお願いします。